メルカリ社員をサポートする AI 社員ひさしについてご紹介しますこのチャンネルはメルカリの技術をお話しするチャンネルかと思うのですが今回はメルカリで働いている AI 社員ひさしについての運用面をお話しさせていただきたいと思っていますよろしくお願いします私は副職の専門学校を卒業後株式会社メルカリに入社しました 入社時は XR 関連の企画デザイン業務を担当しその後現在所属しているアドバンストテクノロジーチームへ移動しました現在アドバンストテクノロジーチームでは AI 社員の開発を担当しています今回は3つのトピックスに分けてご用意しました1つ目 AI 社員久しの仕事とは何か2つ目久しの誕生と成長についてそして最後に AI 社員のこれからについてですまず最初のトピックス AI 社員久志の仕事とはについてお話しさせていただきますそもそも AI とは何か簡単にご説明させていただきたいと思います AI とはアーティフィシャルインテリジェンスの役で人工知能のことを指していますしっかりとした定義は専門家の中でもまだ定義されておらず今回は AI イコール人間の知能が持つ機能を携えたコンピューターということで定義していきたいと思います 現在働いている AI の得意なことについてご説明します現在の AI はタスク特化型といって特定のタスクを実行することに特化しています画像や動画の認識、言語の解析、レコメンデーション数値の予測、異常検知、そして強化学習です現在の AI はこれらの得意なことを活かして様々な面で利用されています 例えば先日山手線にオープンした高輪ゲートウェイで話題になったレジなしコンビニだったりメルカリでも使用されている画像の認識機能他にもコールセンターでの対応やウェブサイトの UI 設計他にもおすすめ機能や最近話題の自動運転などがありますレジなしコンビニやコールセンターでは実際の社員さんの作業をサポートして AI と人が一緒に働いているという現状になっているかと思います つまり AI は人間の代わりに業務をこなしてくれているということが今の働き方になっています。業務の効率が上がり社員の生産性も向上していっているようです。それではメルカリで働いている AI 社員久しは実際にどんなことをしているのかお話ししていきたいと思います。現在メルカリで働いている AI は AI 社員久しと言います。メルカリで働く AI の社員でインターン経験を得て2020年 今年の4月からメルカイに入社しました。社員の生産性を最大限に発揮できるよう様々な面でサポートしてくれています。より頼れる社員なるべく日々勉強中です。そんな AI 社員久しは現在社内で利用しているスラック上で働いています。久しに DM で何かを依頼したり、他にもオープンチャットでひさしにメンションをつけることによって誰もが利用できるようになっています。 現在の AI 社員差しができることは主に2つに分かれます。Q&A のサポートとタスクの実行です。まずは Q&A です。プリンターの使用方法や備品の保管場所など、オフィスの情報から経費生産の方法、育休の申請方法など、様々な社内の情報やルールについて教えてくれます。例えば何か重要な書類を印刷するときにプリンターへ行ってみたらインクが切れていた場合、 誰に依頼すればいいのか、どこに聞けばいいのか、パソコンが壊れてしまった場合、そもそもこれは修理で治るものなのか、それとも買い替えが必要なのか、どこに持っていけばいいのか、など、ふとした時にわからないことが業務の中で多く起こるかと思います。今までは何気なく隣の席の人に聞いていたことも、リモート環境では聞きづらくなってしまったり、今更こんなことを聞くのも恥ずかしいと思ってしまう時など、そうしたちょっとした質問の際の障壁を低くしてくれています。 他にも、月に1回行っている新入社員のオーボーディングの際にも久しのことを紹介して何かわからないことがあったらまずは久しに聞いてもらうというような意識作りを行っています。これらの Q&A 機能は社員の誰もが学習させることができるようになっています。自分のチームに多く寄せられる質問や自分のチームと勘違いされやすい質問を AI 社員に誰もが学習させることによってその質問を AI 社員が答えてくれるようになっていきます。 他にも答えられなかった質問のデータはどんどん溜まっていくので一度答えられなかった質問についても学習させることによって今後はたちが回答できるようになってきています他にも日々の業務の中でちょっとした業務を手伝ってくれています自分のメインの業務の以外にもやらなくてはいけないことって多くありますよね例えば資料やスライドの翻訳オフィスの空調の調整オフィスへ人が来る際の来客の申請 そして社員同士のスケジュール調整や会議室の予約などです。これらの業務はメイン業務ではありませんが、仕事をしていく上で大切な業務かと思います。そんなたくさんのちょっとした作業を全て AI 社員が行ってくれます。他にもメルカリならではの機能としては、メルカリに存在しているニックネーム文化というものがあるのですが、社員同士でニックネームで呼び合うために、スラックの名前をニックネームに登録している人が多くいます。 ただ、社外でも利用するメールアドレスに関してはフルネームで登録している方が多いのが現状です。そのため、ニックネームとフルネームが分かんなくなってしまって、カレンダーへのスケジュールを調整するのが難しくなってしまったり、ということが起こっています。そんな時に久しにスラック名を聞くことによって、そのユーザーとメールアドレスの照合を行ってくれるようになっています。これらはメルカリの文化に合わせた機能かと思います。そして今後、パーソナルアシスタントを目指して日々成長していっています。 久しはまだ新入社員として4月に入社したばかりです。そのため先輩である他の社員たちがどんどん業務を教えてどんどん知識を与えていって成長していっているのが現実です。もちろんまだ回答できないことは多くありますがそれでもどんどん回答率が上がってきていて社員の中でも久しって最近役に立っているよねというプラスの反応をいただけるようになってきていました。 今後パーソナルアシスタントとしてもっとより社員さんに寄り添ったような機能を充実できるように日々成長しています。 Bump. Mm -hmm.